おじゃあ、リオルスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。はい、節分の方ですが、だいぶ順調に回れるようになってきました。はい、豆がですね、今572個まで来てますね。ちょうどいいから、このブラッディ松井さんの節分ボイス聞いてみましょうか。はい。鬼は外。あれ一番残酷な鬼は僕なのかもしれないな。何を言ってるんだ何を言ってるんだ一番残酷な鬼は僕かもしれないな。そして鬼は外だけで福は内は言わない。ほー、不思議な方です相変わらず。はい、さて今日はですね、前々からやろうやろうと思っていたあれをやりたいと思います。はい、海藻梅ですね。はい、このね、5シリーズが、はい、53シリーズが4振り揃っておりますんで、まずはその72、風に乗れ風に乗れをやって、はい、で、ステージアクト2、はい、アクト2ができるんですね。その同じ2人ですね。はい、2回行くと、はい、で、その後その76で言えない過去、はい、で松井さんと武前豪さんですね。はい、で松井さんがなんか過去について知ってるのは武前豪と、あとふふふみたいなこと言っていつもねごまかされちゃうんですけど、それが誰かは分かるんですかね。はい、で、その77、ステージアクト3、全員ですね、全員で何だろうタップダンスでもやるんでしょうか。はい、こちらを、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。おっ、じゃあ編成ですが、編成ちょっとやってなかった、ものがあって、それをちょっと試してみたいんですけども、結成ですね。はい、こういうのができたっていうのは知ってたんですけど、やったことはなかったんですね。はい、でこれをちょっとやろうと思ったんですけども、一旦装備を解除しないとダメみたいですね、これ、じゃないと、2にしようとすると、はい、にすると舞台に反映されない編成がありますが、反映してよろしいですかっていう、そう、今の子たちが馬を装備しちゃったままなんで、新しく編成しても、馬が行きませんよって話だと思うんですよね、これ。だから、装備解除、全部解除してからなら、今これだったんですけども、これですね、に結成に反映するをすると、今度は選択肢、反映されないですけどいいですかっていうのが出ないで、ちゃんと馬とか装備とか、つけてくれたという形になりますね。はい、だこういう使い方だと思うんですけどね、はい、じゃあいきましょう。桑名郷さんと武前郷さん、あとは、お供の皆さんですね、茶炭ちゃんと健信くんと水心師さんと清丸さん、はい、このメンバーでいきましょう。これならね、この4振りは経験値入りますんで、はい、でどこでもいいという場合はもういつものね、はい、ちゃんと経験値が入る、戦は好きではないのだけれど、入る、安定の厚かし山でございますと。はい、いきましょう。2回行かないといけないですからね、でまた1本目でケビン氏が出てくれたらありがたい、この馬乗っても大丈夫かな。もう乗ってるよ、大丈夫だよ、大丈夫だって。大丈夫いいから乗ってみな。大丈夫。本当だ、速くて柔らかくて愛らしい。柔らかくて、あ、今ので、あ、大丈夫だっていうのは、乗れよっていうセリフはここで出るのかな、出るセリフだったのかな。乗れよな、言った通りだろ、気持ちは届くんだよ。おう、何あ、連続で行くんだ。ステージ あれ連続でやってくれるようになったんだ。おお、助かる。ああ、歌って踊るんだと
クアナも一緒にやってみねえか。おお。ちょっと待って。大地に聞いてみるか。大地に聞くタイプ。大地と会話できるタイプ。うん。うん。しかもそれを全く疑問に思わない武前公さん、すごい。うん。うん、いいよ。やろ。大地から快諾を得た。よし。それじゃあ決まりな。ところで膝枕、うん、どういうことなの。どういうことなの。なんで膝枕が出てくるの。いつも馬に乗ってたんじゃないの。膝に乗ってたの。あれ。うん、もうちょっとだけ。なんなんだこれ。どういうことなんだこれ。絵面想像するとすごいことになってるぞ。大地に聞いてたんだよね。うん。あれ、まあいいけど。いいんだ、いいんだ。なんなんだ。やっぱり武前公さんの乗れよってのは膝の上に乗れよってことだったのか。わからんな。天候、うん、地形、はい、風速、はい、地味、はい。なるほど、なるほど。勝てるよ。勝てるか。そうか。行くよ。いやー、ゴーチームはほんと個性派揃いだな。ぶっ飛んでるわ。はい、じゃあセリフ一回だけ聞いて、うん、帰りましょう。あー、危ない、危ない、1残った、危ない。貴さん、どこ見よんか。やめて。当然か。これでどうだ、はい、これでどうだ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 が被った。はあ、よかった、逃走残った。といっても別にあれか、歩兵だからいいのか。はい、ありがとうございます。おお、よくやった。疲れた。疲れたか。じゃあ帰ろう。帰ろう。帰るまでが遠足です。はいはい、じゃあ次行ってみましょう。の前に桑名郷さんも豆まき聞いてみましょうか。はい、大地の人ですからね。ほいほい。鬼は外。鬼は外に気合入ってるね。ごめ ん、 ん食べちゃった。芽が出たらいいなと思って生のままなんだ。はあ、ああなるほどね。生のままだったんだ。いってないんだね。はい、じゃあありがとうございます。次行きましょう。押す。はい、武前公さんにチェンジしました。行きましょう。次は76ですね。いつでも行ける。これだけ場所が決められてて、職法の関ヶ原だったかな。はい、じゃあ行ってみましょう。武前公さんと松井郷さんのコンビでなります。はい、あとの4振りはさっきと一緒ですね。じゃあ行きましょう。せっかくだから経験値入る人を隊長にしましょうね。味方の血は流させないから。はい、敵と。ああ、経験値入らないなら武前公さんで。早い奴らを揃えてくれ。じゃねえとついてこれねえか。そうだ、経験値入らないんだ。はあ、悲しい。あてだ、このシンプルイズベストなステージ。あれ、発動しない。行ってくるよ、得意だからな。あれ、なんで発動しない。一回戦闘終わってみないと始まんないとか、そういうタイプ。それでもボス行かないと始まんないタイプ。始めっか、始めっか。おう、一番になるのは嬉しいよ。ボス行け、ボス行け、ボス行け。行ったろ。行かない、行かないで行く。あらあらあら、帰ってきちゃった。あれ。ダメでしたね。職法の関ヶ原で合ってるんですけどもね。松井郷さんを部隊長にしないと出ないとか、味方の血は流させないから、あったりする。敵とあったりするのかな、並び順で。
うん、来ないな。あれやっぱりボスか。ボスに行かないとダメなやつ。なるほどね。じゃあボスまでちょっと頑張ります。当選の結果だとも。当選の結果だとも。お願いします、お願いします。イノシシ以外で。イノシシ、イノシシ、イノシシ。あー、はい、一つ思いつきました。諸行の関原、二人きりで行ってみましょう。うん、きっとこれだ。こういうことだろう。どうかな。二人きりじゃ言えないことがある。違った。違った。やっぱりボスか。ボスか。なんということでしょう。まあ、大丈夫だよな。一番敵が多い、うん、レベル的には全然問題ないと思う。一応闘争もあの石に変えてきたんで、はい、大丈夫だと思います。ちょっと防御上げていこう。はい、大地を赤く染めようか。普通にレベル差的に最初の投石で2体ぐらい倒せるでしょう。うん、あ、1体だ。結構殴られるんだ。どこ見よんかじゃ、うん、はあ、こっちじゃ。あ、まあ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 、持つ持つ持つ、大丈夫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 。貴様どこ見よんかじゃ、はあ、こっちじゃ。やっぱりボスか。はい、投石兵1個やられそうだな。すごい集中狙いされてる、武前豪さんが。この鼻字かい。はい。喜びの表れだよ。あの、拭いてくださいね、ちゃんと。はい、ボス行ってくれ。イノシシはやめてくれ。オーケー。いや、きっと2人じゃないとボスにたどり着けないとかあるんだよ、きっと。うん、合ってる、合ってたんだ、きっと。きっと合ってて。絞り取ってあげよう。おうよ。あれでも回想始まんないな。一番敵が多い陣地を狙うよ。あれ？倒したら回想始まるけ？防御上げていこう。大地を赤く染めようか。お願い、2匹倒して。最初の遠征で2匹倒して。お願いします。とー！てやー！ほわー！あー、一体か。あー、また殴られる。どこ見よんかじゃ。結構殴られる。4回殴られる。あー、なんか持ってる持ってる、ギリギリ持ってる、ギリギリ持ってる。持った、闘争全部持った。いや、それはいいんだけど、それはいいんだけど、階層ね、お願い、食砲改変、関ヶ原方面、家康暗殺部隊の皆様、お願いします。この鼻字かい。はい、喜びのあ、はい、あれ、あ、帰ってきてあるタイプ。ああ、また多くの血が流れたな。あの闘争の皆さんのことかな。闘争の皆さん血出しちゃったのかな。僕は、はい、いいよ言わなくて。ああ、え、誰にでも言えないことの一つや二つあるもんなんだろ。無理して言わなくてもいいよ。おー、武前豪さん、ロックだね。ロックだね。ま、でも一人で抱えきれねえくらい重たいんだったらいつでも言ってくれ。おう、ほら、俺両手空いてっからさ。両手空いてっからさ。あ、いいな、この言い回し、どっかで使おう。リアルでどっかで使おう、これ。無線、無線。はあ、結局、うん、謎のまま。はい、ありがとうございます。なるほど、帰ってきて出るタイプか。早いやつらを。じゃ、せっかくだから武前豪さんの豆まきを聞いていきましょう。ほいほい。鬼は外、福は内。おお、なんか発音が独特。年の数だけ食えばいいんだろう。はい、何百何百個ってことになるのかな。うん、皆さん、刀剣男子の皆さんは大変だ。
おじいちゃんとかも大変で鼻血出ちゃうよ。はい、ありがとうございます。よし、結成で行くぜ、締めの結成。装備会場また装備会場、もっと上手いやり方あるんだろうなこれきっと。はい、で舞台記録4番反映します。ほい、で、小出木龍吾君リーダーにしましょうか。私がリーダー、はい、はい、お願いします。良いのですか。良いですよ。はい、小手切り号、武前号、松井号、桑名号の4振り、はい、お供のお二人、堀川君と浦島君でいきましょう。で、これもどこでもいいらしいんで、はい、厚かし山に乗り込むぞ。出陣しましょう。厚かし山に乗り込むぞ。行くぜ。ステージアクト3かな、うん、全員のタップダンスが見れるんでしょうか。うわー、はい、厚かし山で何やってんだこいつらってなっちゃうけど、4振りは珍しいですね、うん、さあそれではレッスンを始めましょう。あの君ら一応今回あの先頭に来てるんですけどあの帰ってきてからにしてくんないかな、さっきみたいに、うん、ねえブゼン、本当にやるんだよまあな、やると決めたからにはやる。おー、武前郷さんロックだぜ僕にできるかな。大丈夫だよ。で、大丈夫、馬にだって乗れたろ。なんでそこ大丈夫なのそれはそうだけど、大丈夫。松井だ。松井さん、おーい松井、松井さん、どうしたあー、4振り並ぶと、うん、やっぱりなんかいろんなところで共通点があるんですね、印象に。うん、面白い面白い。ああ。あ、松井さん、これからステージのレッスンを始めるんですけど。ステージのレッスン、一緒にいかがですかステージ、ステージレッスン、ブゼンもやるのか。なんでみんなブゼンさんに聞くのリーダーなの、ブゼンさんは。ああ、なんかそうなった、なんかそうなった。分かった、やろう。やるんだ。またメンバーが増えた嬉しくて鼻血が出そう。おー、カルテットですね、うん、人気が出そうだ。できる。なんで鼻血が出るとできるなの。え、それで終わりなの、しかも。なんなんだこれなんなんだこれ。じゃあステージ報告を、アクト4もうあるのかな、これ。なんかまだ終わってないよねこれ。終わりじゃないよね、さすがにこれで終わりなの。鼻血が出そう。速やかに。できるで終わり。マジか。はい、じゃあ戦闘見て一戦で帰りましょうかね。で最後に小手切り号くんの豆まきを聞いて終わりましょう。その古典もらうぞ。ついてこれか。やっ。ああ。邪道だろうが。ああ。勝てばいいよな。ああ、一応二頭海賀も期待してたんだけどな。だから三三にしたんだけどな、内方のと脇差しで。見たい時には見せてくれない。手柄はみんなのものだよ。はい、ありがとうございます。帰ろ。ということでした。ありがとうございます。じゃあ豆まき来てもいこう。ほっ。ほっ。鬼は外。なんかやる気ないぞ、ちょっと。どうした。つくも神が豆まきまでやるとは。おえ、早っ、短っやる気がなかったんじゃなくて、あれか、疑問に思いながら投げたのか、今。なるほどね。はい、ありがとうございました。はい、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。はい、ステージアクト2と言えない過去、ステージアクト3まで見ることができました。言えない過去ね、結局、うん、言わないままね、終わっちゃいましたけど、うん、武前郷さんかっこよかったですね、うん、ロックだ、ロックな性格してるのがよくわかりました。はい、そして大丈夫だよ、なんで あそこまで強調されてたんでしょうか。はい、で、あと見れないのは、そうじゃない、男子が揃っていて見られるのは74と、これ推進したんでしょうね。はい。
一文字以下の長長、うん、かと、予想外の再会、この3つは見ることができますので、またいつか、うん、の機会で、見ていくことにしましょう。はい、それでは本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。おっす。